前回に引き続き二体問題と保存則の問題を始めます。括弧4番からです。前回と違って、今回ではここにあったストッパーを外して台が静止した状態で小球を A 点から静かに離します。で、括弧4番の問題はこの W に衝突する直前の小球と台の速さはそれぞれいくらかという問題です。台や床の摩擦はありませんで、小球がダブルと衝突するときは単線衝突です。で、ここは水平になっていますね。で、このときに小球がこの曲面を滑り降りているときはどうかというと、前回にもやりましたが、垂直抗力の水平成分が左向きに働きますから、最初は静止していましたが、滑り降りると台は左の方向に動きますね。小球は右の方に動きます。こういった衝突する前の運動はそういった状態ですね。そういう運動状態を考えます。で、この垂直方向は重力が働いていますが、水平方向を考えるとどこにも外力は加わっていませんから、運動量が保存されます。もちろん力学的エネルギーも保存されるということから、明らかな二体問題ですけれども、運動量保存則と力学的エネルギー保存則、この2つの保存則が使えます。ですから最初は静止状態でしたから、小球も台もゼロですから、ゼロですね。運動量保存則、運動量はゼロです。で、ここに衝突する直線ですね、この時の速さを小球の速さを V としますと MV だと。で、もう動いていますから、台も動いていますから、その時を V としましょう。で、これがまず運動量保存則ですね。で、ここでの最初の力学的エネルギーは、これは運動していませんから運動エネルギーが出るんですね。ですから位置エネルギーだけです。で、ここではこの運動してますから2分の1 MV 上ですね。で、この台も運動していますから、こういう式が成り立ちます。この1と2でその V とラージ V が出てきますね。この一式からラージ V イコールどうなるかというと、これを移行してマイナスの V ですから、ラージ M 分のマイナスの V になります。この V を、この V をここへ持って代入します。ですから MGH、 これ2分の MV 上、2分の M の V がこれですね。そのまま持ってきました。で、これが MG 上になって、 M と M が消えて 2M になります。で、 MG を V 上ですね。で、この右辺はもっと簡単になりますね。分母を 2M にすると MMV 上です。で、これはそのままですね。ですから、これはさらに MV 上でくくりますと、ラージ M プラス M、こういう式になりますね。これはここになります。で、この左辺はそのままです。ですから、ここで M が消えます。で、ここで求めたいのは V ですね。ですから、この V 字を M が消えて、V 字イコール M プラス M が分母できます。2MGH がここへ行きます。で、これで V はルートにして、こうなりますね。これが、この小球の速さ、ここにこう滑り降りて、ここに衝突する直線の速さになります。これが小球の速さですね。で、ここの台の速さはどうかというと、ここへ持ってくればいいですね。この V をここへ持ってくる。マイナスということは、こちら向きは右とすると、右を正とするとマイナス、左方向になりますね。ですから、この V をここも、この分、これをここに持ってくればこうなります。しかし、ここでは速さですから、大きさを聞いていますから、方向を聞いてやりませんね。ですから大きさだけですから、これ絶対値をつけてマイナスを取ればいいですね。ですから、速さは、台の速さはこういう式になります。で、答えは V と、これが小球の速さ、台の速さという答えですね。括弧5番の問題です。ダブルとの衝突後、小球がダブルと衝突しますが、その衝突後は跳ね返って曲面を上っていきますね。前回と同じなんですけれども、小球がその時に達する最高点の高さはいくらかという問題です。小球が曲面を最初に滑り降りるときは、台は左の方向に運動しています。で、ここに小球が衝突後は、この台はこちら方向に、右の方向に力を置きますから、左に動いていくものが減速します。
で衝突後昇級が局面を述べる時には左の方向に力を加わりますから、やはりまた左になるということですけれども、この最高点に達して時はここの第2観測者がいるとすると、この昇級は最高点では停止しています。しかし外から見ると、いわゆる完成形から見ると、この昇級は台と同じ速さを持っていますね。この昇級は台から見ると静止していますから、台と同じ速さを持っています。ですからその時の速さをやはりこういう方向と考えますか、こういう方向と、この台もこういう方向だと考えましょう。 V という V ダッシュですね。でこれも V ダッシュと考えます。で一番最初は運動量が保存されますから、一番最初は静止していましたからゼロですね。運動量はゼロです。でこの時は一体となっていますから、 M プラス台と昇級の質量ですね、それが V ダッシュだということですね。ですからこれから見ると V ダッシュはゼロだということですね。静止しているということです。外から見ると静止している、台から見るともちろん静止しています。ということは何かというと、もう元に戻ったということが言えるわけですね。でその高さを求めるわけですけれども、じゃあ本当に元に戻ったかということを確かめるわけですが、この時に力学的エネルギー保存則を考えます。一番最初が MGH ですね。 MGH という位置エネルギーが、この時は運動エネルギーだけに、この時にはここですね、位置エネルギー、位置エネルギーを H出しとしましょう。最初は MGH ですね。でこの時にはこの最高点に達した時には、この位置エネルギーともう一つこの台と昇級の運動エネルギーですね、 V' の2乗になります。で V' が0ですから、これが0ですから、これが0になります。ですから MGH と MGH' が等しいから、H は H と H' だと、H' というものは H なんだということですね。ですから元の高さは答えとしては H だということが言えますね。元に戻ったということです。こういうふうにして、衝突して元に戻ったということですね。断線衝突でもあり、ダイヤ床の摩擦はありませんから、エネルギーの損失は全くなくて元に戻ったということですね。そういう問題になります。前回と今回の問題を振り返って、ストッパーがある時とない時の違いを考えてみたいと思います。大きな違いは何かというと、この昇級が局面を滑り降りてストッパーがある時には、前回やりましたが、ここの衝突直前の速さはこの H エネルギー分の運動エネルギーですね、このルート 2GH という速さでした。で今回はこのストッパーを外して両方が動きますね、昇級と台が動きます。その時の直前の速さはこういう式になります。台はこうですね。でここ昇級の速さだけでも違っています。それに一番大きな違いは、この衝突後にこの最高点の高さですね、その違いがありますね。ストッパーの場合は元の状態に戻っていません。途中で H' という方で止まっています。最高点になっています。で今回は最初の位置に戻っています。この大きな違いがありますね。でここを見ると、ここで途中で止まったという、止まったのか一瞬止まってるんですけれども、この台と昇級は動いています。完成形外から見ると一緒に動いています。ですからその運動エネルギーを持っているわけですね。ここの場合はもう運動エネルギーはありませんから、で、このここでエネルギー損失があるかのような印象を受けるんですけれども、この確かに左側に台は力を受けますが、その力が受けていますけれども、力の移動はありませんから、どこにもエネルギー仕事もしていません。ですからその時は何かというと、この運動エネルギーですね、運動エネルギーでもっていうもう等速で動いています。でここでは動いていません。ですからここの高さ分、ここまで達していませんけれども、ここの高さ分の位置エネルギーの運動エネルギーがここでは動いているということですね。それを確かめてみたいと思います。ですからこことこれはエネルギー損失はどこにもないんだということを確かめてみたいと思います。
で前回のでやったこのストッパーがある時ですね、ストッパーがある時に小球がダブルと衝突した後、ここの H ダッシュの高さで一瞬止まったということですね。ここまでしか達してなかったということです。でその時の台と小球の速さは同じですね、 V ダッシュという速さでした。その時も求めたのはこういう式でした。ですからこのですから何が言いたいかというと、ここの足していませんけれども、ここの位置エネルギーですね、位置エネルギー分とこの運動エネルギーは等しいんではない、等しいということをここで証明すれば、どこにもエネルギー損失はないということを言えますね。ですからここの位置エネルギーの差はこういう式になります。でこれとこれですね、これの運動エネルギーは2分の1 m プラス m の v ダッシュの2乗ですね。で v ダッシュはこれですから、2分の m プラス m の v ダッシュ1乗、これを次乗にします。 m 次乗の 2gh になりますね。ですからこれは2と2が消えます。 m プラス m と m プラス m で m プラス m になります。ですから、これが2が消えて m 次乗 gh になりますね。ですからこれはこの運動エネルギーがこういう式になります。でこのここですね、これを求めてみます。 mg の h マイナスの h ダッシュですけれども、ここの h ダッシュはこのストッパーがある時の最高点、これでしたね。 m プラス m 分の mh です。これを計算します。でこの今求めたいのはここの位置エネルギーですね、この h マイナス h から h ダッシュ引いたものですね。これがこの高さが h マイナス h ダッシュですから、 h マイナス h ダッシュはここで前回求めたこれですね、これをここ持ってきました。で h でくくります。 mgh ですね。ですから1引く m プラス m 分の m になります。でこれとこれで m プラス m 分の m プラス m マイナス m で m がラージ m が消えてこうなります。で m と m で m 次乗 gh になりますね。ですからここでの、ここの位置エネルギーは何かというとこういう式になります。でここで求めたのはこの運動エネルギーですね、この運動エネルギーの V' の2乗です。この運動エネルギーですね。ですからここまでは達していませんけれども、この運動エネルギーでもって、動いているということですね。ですからこれとこれ等しいですから、どこにもエネルギー損失をしてないと、ストッパーがある時でもエネルギー損失はないんだと、これと全く同じだということですね。ここではストッパーがない時は元の位置に戻りますけれども、ストッパーがある時は途中で止まりますが、そのここまで達してない分だけの運動エネルギーでもって動いているということが言えるわけです。